複数の国連機関や人道支援団体などの連合体は18日、パレスチナ自治区ガザ北部は5月までに飢餓に襲われると警告する報告書を発表しました。また、最悪の場合、中部や南部も7月までに飢餓に襲われるとしています。ガザで続くイスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘により、人口の半分にあたるおよそ111万人が、 壊滅的な食糧不足に苦しむと知って、戦闘の終結と人道支援の拡充を訴えました。